皆さんこ、<coughs> 皆さんこんばんは。えっ、ー、と、昨日はね、ちょっと YouTube 動画アップロードしませんでした。えー、理由はですね、あのー、Google からですね、えー今年、今年のですね、今年1年間の、えー、税務申告をしてくださいということでね、 アメリカの税務申告書類を作ってました。で、めんどくさいんだよね、1年に1回ね。まあ、アメリカの方の税務申告って <coughs> さあ、アメリカの方で税務申告してたなと思って、だから、税金取られてたんだね、源泉徴収がね。だから、日本ですることなかったなと思ってさ、二重納税になっちゃったから、もったいなかったなと思って。 反省してるんですけど、ね、まあ今年はですね <coughs> 二重納税しないように気をつけようかなと思ってます。結構ねまあ日本の納税とかさその年末調整もそうなんだけど年に1回来るじゃないですか。税務申告とかね年末調整とか。で簡単なんだけど忘れちゃうからさ。 また一からやり直しなんですよね。そうすると、忘れちゃってるもんだからね、めんどくさつくて、なかなか手つけなくなっちゃうんだよね。そうすると、ズル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 後になっちゃってね。まあ、今回だったら、10月31日までにやらないと大変なことになるよって Google に言われてね。で、いよいよ、昨日やったわけなんですけども。めんどくさかったよね。運転免許証アップロードしたりさ。 はいでこれドル円なんですけどもね、まあ、変わんないですね横横でねこれ1時間足ですがこれが頂点で114円の70でしょレンジボックスですよねレンジですよねこれねうん ここ下が113。50ぐらいですよね。だから120ぐらいの間でうろうろしてて、120ピプスですね。なかなかどうなるかなと、このあとね。まあ1時間し見てても全然わかんないもんですから、まあ、例えば四時間し見ると、 75移動平均線は下,下回りましたよね、これね。ただ、ここで押さえられてるんだよね、この線でね。このサポートラインが、<laughs> うん、サポートラインがあるので、ちょっと危険なんですよね、また、ビューンって行く可能性があって、まあ、こういうとこもね、こうビューンとて,てくるけど、思いっきりまたビューンいっちゃうからね、<laughs> ふざけんなよって感じなんですよね。 で、これまあ、MT4 には8時間足がないから、まあ、寂しいんですけどね。まあ、日足はこうだと。で、週足がこうで、月足がこうだということですよね。<laughs> で、まあ、どうなるかわかんないですけどね。あの、まあ、アメリカなんていうのはよくこう、<coughs> そうですね。 頂点きま、ねねうん、来ますよね定期的にねうん来ますよねまあなんで、まあ、ここら辺は長いですけどねこれ短いかこれ長かったですねこうだからこれ長いんで <coughs> そうですね、まあ、もうもうワンランクここまでいくかもしれないし下がっていくからいくかもしれないし <laughs> 分かんないですねでまあアメリカのね債務不履行がまあ源氏のものになりそうだということでアメリカは結局お金返さないんじゃないのって話になっちゃってで現実的にじゃあ金返すにはどうしたらいいかって言ったらあのー、円高を取り安にする必要があるんだよね。 で、例えば、今114円なんだけど、これをさ、例えば、ね、57円にすればさ、1ドルね。1ドル57円にすれば、借金半額になるわけですよ。日本に対してね。<laughs> で、日本はさ、日本はアメリカに対して、1200兆円。 1200兆円の借金肩代わりしてるからね。これね、1200兆円の借金っていうのは全部アメリカ国債買ってるからね。アメリカの借金は日本の借金なんですよ。で超円で円なん、円だから、だから今114円なんだけど、1ドル57円にしてね、1ドル,1ドルだからね、1ドル57円にすれば、全ね、これは60 600兆円の借金に。 減るわけですよね。じゃあここ1ドル57にしようかって話が出てるみたいでねこうなるじゃないですかここら辺ですよね。ねここね。 <laughs> なので、まあまたやられる可能性あるね、完全にね。うんうん、あのアメリカ政府にね、また借金チャラにしようということでね。で日本は例えばこういうとこ来たときにああ、じゃあアメリカ国債,国債売ろうと言,言うとね、アメリカ怒るんですよね、これね。あのふざけんじゃねえよっつってね。 うん、借りたものは返さないよっつってねともとドル円相場なんてアメリカと日本がねアメリカと日本があの循環取引で始めたねもう本当にインチキな金融業界だから金融市場ってそもそもなかったんだよね。これの中の金融市場っていうのはなかったんだけどアメリカと日本の同盟国で始めたわけですよね。 二国だけでね、まあそ,それでなんか儲かるぞっつってなんか他の国が入ってきたんだけど実は循環取引してるだけで何も発生してないわけですよね本当 <laughs> にねでまあここまで落ちるんじゃないかって話でまあ落,落ちるでしょうねもうこうちょっとね今上げるだけ上げといてえー、っとなんか壊滅ではないかとかまあ逆に 今、ね、アメリカの価格が高くなっているから、<laughs> 日本のものが安く買えるわけですよね、今ね。日本の製品とか、日本のものが安く買えるわけですよ。だから、今、買い忘れがないかどうかっていうのを、あさっててですね、車とかね、電化製品とかね、日本のもの。 まあ、あのー、なんかねいっぱい買い忘れないかってあさっててでわーってドル高くなってるでしょでそろそろいいかとまあ日本も日本のもの全部ね買いあさったから味噌でも醤油でもね原材料でも何でもそろそろいいかっってバキュンって下げてねどこまで下がんだよってふざけんじゃねえよとね一気に下げて57円わかんないですよ60円ぐらいか65円かわかんないですよ ですね、借金半額になれば破産しないからね破産しなくてもっと借金できるからまあそれでいいじゃないかとね日本のものはもう買う時買ったからね <laughs> <laughs> だって1ドルでさ1ドルでね114円分のなんか米とかさハンバーガーとかいろいろ買えるわけじゃない100ドルだったらさ 1万1400円分のね、電化製品とか買えるわけですよね。ねで、それがさ、あの1ドル57円になると、100ドルでもさ、5700円分の電化製品しか買えないわけ。ねだから今のうち買っとけっつってね、でドル上がったんだけど、どうやらもう買い忘れはないみたいって感じですね。う まだわかんないですからね、これ。<laughs> 今週の日曜日に、衆議院選挙あるんでね、あのー、もう一回上がりますよね、これね、これこ、ご襲撃相場で。で、ここまで上がって、でちょっと上上がりかけて、こう下がってくるから。ねだから、あの、今ここまで来たから、ショートって、これ甘いからね、これまた、こっから100、 140ピップスぐらい上がっちゃうからね今ここにいるでしょこっから140ピップスぐらい上がっちゃうからあのー、まだ賞取れない方がいいよねこれあの賞取れないからあのー、日本の <coughs> <coughs> 中銀戦ででまあ自民党 <coughs> 自民党勝ってねまた岸田内閣になる岸田内閣になると思いますけど まあ日曜日とか、来週いっぱいは上がっちゃうからね。来週いっぱいというか、まあ、そうですね、11月の中旬ぐらいまで上がっちゃうからね。これはちょっと気をつけないといけないですよね。まあ、まだまだですよ。まだ,まだまだまだ、まだまだですよ。ま、だで、まあ、こんな11月の半ばになって、まあ、ようやくこう、落ちてくると。うん。で、この、 1>, 1時、4時間足のですね、75移動平均線が横横になってこう下が、下がってこないとね、<laughs> 4時間足で、これ下がってこないと落ちないんですよ、4時間半してね、うん。もちろん8時間足でもそうなんですけど、8時間足じゃなくて、冷やし山のまだ上ですからね。 で、ひょっとしたら、もう、冷やしで追いついて、こんな感じでね、こうやって、こう、来て、まあ、さって、冷やしがあると一番いいんだよね。これ、冷やし来てるからね、ここまでね。追いつくと、まあ、上か下来るから。ねこうしたで追いついて、上来るでしょ。だから、<coughs> <coughs> こう、追いついたら、まあ上、まあ、ここ辺で追いついてるんですけど、で、どっちか行けようってことですね。で、も、まあ、だから、 追いついつてだいぶ立たないといかないから、まあ、ひょっとしたら来年ですね。来年、<laughs> <laughs> まあ,ある一つで、ね、あのー、お正月の,お正月のみ1月2日か3日ぐらいにストーンって下がるかもしれないね。うん、このおぞうさんの花のようにね下がるかもしれないですね。うん、だからまあ上がる、まだね上がることは上がるから。 この百万、まあ、だから114円70もあるし、これこうやって上がっていっちゃう可能性あるからね、これね。これ見れば、まあひょっとしてここまでね、ここまで上がって、まあさあ、あらゆるヘッジファンドとかね、えーまあ、日本のヘッジファンドを振るい落として倒産させてから、まあ下がると。まあそういう可能性十分あるからね、これね。 うん、俺はこれ118円っていうのは危険だと思ってるわけですよね。で、まあ、118円までいけば、まあ下がると思ってて、あのー、まあここちょっと危険ですよね。うん、これはもう、あの、日足でなんか見ないで、週足とか、週足で判断してもいいよね。だち,ょちょっと下下がってるだけなんで、まあもう、もうは <laughs> ワンプッシュくるよね、400ピップスね。 うん、で、これ年内来るよね。年内来て、年内、あとは1月、2月。で、3月ぐらいから、まっさぐ下がってくると。うん。じっくりね。ゆっくりゆっくり下がってくると。なんで100、118っていうのは、やっぱり、想定してた方がいいと思うんですよね。まだまだね。まだまだ上がりよと。うん。はい。<laughs> あと、ビットコインなんですけど、 ビットコインちょっと上がってきたね、これね。ビットコインも上がってきてですね29。292兆円ですね、時価総額は。うーん、しぶといね。これは、しぶといですね、ビットコイン。691万。これ760いったけど、これは、多分、ずっと、 上がるんでしょう、ね、これうんだから年末上がっては下がるってわけじゃなくてずっと上がっていくタイプですよね、これ。年末は800万だそうんだよね。うん。かなり1000万ぐらい行くかもしれないね。で、来年の半ばで2000万ぐらい行っちゃうんですよね。来年、年末で3000万行くんじゃないですかね、これね。で、イースリアムも47万で。 意外と下がんないね、これね <coughs>。まあね、まず50の60、70、80とか、こんぐらいでしょうね。体の間はもう上がんない感じですね。227円。これもそろそろ決済した方がいいかもね。うーん、そらくな。リプルはも,もうダメですね。120円なんで、うん、やめた方がいいと思いますよ、これね。 <笑><笑>まあただね僕が言うと上がるからね、うん、気をつけないとねで同時コイン上がってきたね,ねえだからよく分かんないんだよねはっきりと分かんない <laughs> 上がるんでしょうね上がるんでしょうねきっとね1000円とかなんでしょうねもうねここまでたらねうん んあと、ナスダック、仮想通貨のニュースで、うん、これ、同時恋のことですかね。 芝居のコイン。ああ、同時コインじゃないのか。ちょっとわかんないですね。あ同時コインと同様に、このコインも芝居。犬をマスコットとすると。肩に上がったよってことですね、芝居のね。もう最近上がってないですよね。ノブコブは、えー、仮想通貨で大もうけしたけど、税金で借金生活してるよと。どういうことですかね、これね。 <laughs> めちゃくちゃ苦しいです、久しぶりに親父に金貸してくれって連絡しましたと、77歳の実父に思わぬ金銭狂を犯したのは平成の息子氏、吉村ですと <coughs>、仮想通貨の冒頭暴落に翻弄され、税金の謝罪に悪戦苦闘している状況を語ったのだと。 番組ではさらば青春の光仮想通貨で大儲けした情報をキャッチしているとして追及を受けた吉村は芸能界最速で仮想通貨を始めたことを認めた上でビットコイン3万円だね安い月始めてるよねうんこれ多分あのマウントボックス事件の時がビットコイン2万円だったからねでサリアム E が300円って安いね <ス>リップル0.3安いよ。これは <coughs> 2005年とかじゃないかな。2004年とか2005年じゃないですかね。まあちょっと前ですけどね。あちゃじゃじゃ,じゃ、2015年ですよ。ちょっと前ですよ。5年前とかね。5年前とか2014年とか15年とか僕が、あの、僕が YouTube 始めた頃ですよね。 うん、あのうつ病になってね。で、リップルのピークが300円。まあ、ピーク400円ですからね。その時は数百万円がとんでもない額になりましたと。だリップル0.3の時に数百万円買ってたんだよと。ああ、だからさ、数百万、300万円にしようか。300万円。 え、零点三えっわるか零点三だからであだから数百万円か三百万円ねわるかったの 0.3か。一、う、千、ん、1000万枚持ってたわけね。1000万枚持っててて、それでまあ300円になったと。うー三30億円ですね。30億円になったと。ウハウフ、その時はウハウフだと。 相当な大儲けになったことを認めた上でと、あと、それから違う通貨を切り崩して買ったんですね。そしたら大暴落しました。あと、大儲け自体は激減したと説明。あ、だから30億になったんだね。売ったんですね。ここで税金発生しちゃうもんね。他の通貨に変えた時点で発生しちゃうからね。うん、なんでビットコインに変えたんでしょうね、きっとね。うん。 でビットコインからどっかを買えたと。儲け自体は激減したと説明、さらに、後から最初のコインの膨張利益に税金がかかりますよとなって、私は今その税金を払ってますと。一瞬は数学的には儲かりましたよ現金はないで。あー、まあ、30億円に対して。 30億円に対して借金あ、税金が発生するんだね。ああ、総裁できるんじゃないですかね、でも。年間、年間総裁できるんじゃないですかね、これ。うんだって、お金ないのに払,払えないでしょ。だって、年間総裁できるけど、 12月31日超えたらできなくなっちゃうんだよね。そのこと言ってんのかな <laughs> と、大ピンチに陥り、父親に無心したと。バイトまでしたりしてくす、く境を明かしたのだ。吉村一体どれくらいの税金を支払うことになったのだ暗号通貨のリスト。おそらく2019年にリップル0.3が購入されたでしょう。うん、そうして2017年、仮想通貨バブル中にリップルが300円と出しました約1人で仮想通貨。 資産が1000 100倍になったのです。約万円を仮想通貨として。でもしリップルに関したら3万円以上。うん。利益を出された仮想通貨で他の仮想通貨を混ジしン全で税金を発生します。仮想通貨は、所得、雑所得扱いで累進活動なり4000万円以上利益がある場合は最大の55%ですと。吉村さんの売却益が推定約に0としたら、 納税額は11億から16億5000万円です。こちらを税、現金で納付しなきゃいけないなって。多分ね、こんなにないと思うんだよね。こんなにはなくて。<laughs> <laughs> で、で、確 <laughs> 定まあ、そうだっけ <laughs> 通算できんじゃないですかね。できないんですかね。通算、年間通算。うん。 年間通算しても、多分、利益は残ったのかな。多分、12月31日超えたんだと思うんだよね。ある仮想通、ある仮想通貨で儲けてから違う仮想通貨に変えた時点で利益確定になります。いわゆる利確ですね。この時に納税義務が発生します。円に変えなくても、 得していたら納税義務が発生するということですよね。こちらを大波、大前提に頭に置きながら仮想通貨、売買しないといけませんね。利確の際には納税分の元気を大事です。自分自身の理確に対してどのくらいの責任がかかるのかを考えた後に、再度氏も置うん。 はい、学ぶべきここで3点。1つの銘柄の仮想通貨を買ったらその利益で他の仮想通貨を買わないことが大事。1つの銘柄の仮想通貨に対して一度の換金で済ますせいということです。税金地獄にならない方法をいくつか紹介します。1つ。他の仮想通貨を買いたくなったら一旦利託して納税分を除いてから違う仮想通貨を購入した方がいいですね。2つ目に。 <laughs> 他の仮想通貨を買いたくなったら現金の追加投資をして <laughs> 仮想通貨を購入した方がいいですね。3つ目は儲かったからと一気に全てを利確するのではなく利益に自を利確する方がいいでしょう、えー。納税可能な金額分を計算してから利確をこれがよい。うん。どうなんですかね。ちょっと。 両方とも間違ってるような気がしますけどね。考え方がね。うん。いや、税務署はこういうふうに言いますよ。税務署はこういうふうに言って全部持っていくけど、そうは当然下ろさないですね。これ裁判した方がいいと思いますけどね。うーん。そんなことじゃ、仮想通貨、や投資してもしても動かないふうになってるじゃないかと。ね、税務署はそう言いますよ、最初からね。うーん。 東京都だってね、国税庁と裁判してね、勝ったじゃないですかね。うん、税務署は言いますよ。だ税務署の言うとおりに税金払っせたら大変なことになっちゃうからね。うん。はい。こんな感じですかね。まあ、今年も終わりってことですね。 まあ今年も10月が終わりであと11月12月と11月12月とあと2か月ですねまあ僕的にはもうあの補に入るって感じでうん星に入るって感じですかねうんまああの今年あとね2か月なんでうまく 乗り越えてですね、あのー、クリスマスとお正月を迎えられる,迎えられるようにですね、<laughs> まあ、資金繰りの方をしっかりしておくということですね。で、まあ、コロナの方もかなり収まりましたね。まあ、あの、まあ、マスクはね、みんなしてますけどね、うん、まあ、あのー、テレビの方でね、ガミ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 言わなくなったし、 まあレストランとか居酒屋行ってないですけどまあいい行ってないし行かないけどねまあ多分今後ね行きたいよね行きたい行きたいけど僕みたいにアレルギーとかさ持っててあのワクチン打てなかった人ってどうなるんだろうね抗原検査とかするのかなまあ多分一生居酒屋とか行けないのかもしんないけどやっぱりいつかは行きたいよね うんで、これね、まだ,まだ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 、冷やしでまださ、1、2ぐらいしかいってないからね。で、これ、<coughs> 見て分かる通り、冷やしでもうずーっと、半年ぐらいずーっと、今年はね、あのこの辺がもう全部、えー、っと、オリンピックだったからね、これがオリンピックだったからね。 ずーっと横横だったんですよね。でまあこことここですね。ここ <laughs> <coughs> <coughs> でこれが来て横横、まあ、と。でまだひょっとしたら、まあ、まだ続くんだねこれ。来年の3月いっぱい横横続いて4月ぐらいからですね。 もうちょっと上がるかもしれないね、118円までね。上がってからの、まあ、日本のね、買うもんもうないかと、工業製品ね。なかったら、あのー、アメリカの借金減らすために下げちゃうよと。57円までね。まあ、この、この作戦、この作戦、定期的にやってるから、アメリカはね。うんうん 今まで2回やったからねここの1994年とさここのとこね2012年ねやったから2010年か2010から12年だね やってるからねあの、まあ、これダブルトップつけてダブルボトムか4だからね <laughs> 6これ18年18年後にやったんだこれねだからこっから18年したら30年か30年 ただ12が三十今年2022だから、来年ね。10年しか経ってないわけですね、まだね。まだ早いかなやんねえかないや、でも、結構アメリカのお金ね、ちょっとなくなってるんですよね、今ね。うーん、まあ、微妙ですね。こういうとこ来るかもしれないね、こういうとこね。 かんないですよ明日にはピューっていく可能性もあるから僕がね上ていうと下行くからね、うん、下っていうと上行くからね恐ろしいわまあ、ちょっとねあの突、ー、き足と週足でねよくよく考えてですねあんまりそう簡単にコードに移さない方がいいと思いますねこれまだまだ続きますから横横でね横横でずっと続きますからこれね あの少なくても <coughs> <coughs>、まあ、第2次岸田内閣が、ね、発足して、しばらく続くから、して、まあ、補助金出る4つと上上がるからね、まだまだね、だちょっと上かもしれないね。うん、で、118円になってから、からあと400ピプス上がってからね、まあ、下がるかもしれないから、まあ、ショートでね、苦しんでる人は、 まあ一旦尊敬しちゃった方がいいよね、今ね。はい。どうもどうも。まあ今日はこんな感じですね。眞、ま、子さんとかね、国際運転免許、アメリカでも使えるね。国際免許証を取りに行ったということでね。よかったと思います。あの、小室眞子ちゃんね。うん。眞、ま、子ちゃんも一般、一般人だからね。 いやーご結婚おめでとうございます。僕もね、あのー、うちの母ちゃんと一緒にですね、昨日は披露宴やりましたね。あの全く、ま、関係ないんですけどね、今後の K 君とマ子ちゃんがね、あのね、ー、結婚記念結婚記ということでね、あのー、母ちゃんはうなぎ食べれましたね。僕は牛丼食いましたけどね。はい、あの <laughs>。 ああと今日寿司も買ってね寿司も食いましたね僕はハンバーグ弁当ですけどねうんいや本当にねあのおめでたいなと思って全然おめでたくなくてさ披露宴もやんないでかわいそうだったなってねあの普通さ自分の娘なんだからさ披露宴ぐらいねさせて 披露宴ぐらいさせてあげたいと自分の親だったら思うだろう披露宴そんなさ結婚だけさせてあげるっつってねあえ瞳をはばかって早く出てけ出てけじゃなくてさ何のための娘だったか分かんないじゃんね可愛くさ育てあげたんだからねやっぱり天皇陛下迎えてさ みんなでひどいようにやってね送ってあげたかったよねまあ多分ねその機会はまだまだ今これからも現れるからそれまでの辛抱だよねここの室圭君とマ子ちゃんねまあ僕はあの完全にね100%支えていこうと思ってますから何かありましたらねいつでも LINE とかねメールとか電話いただければ。 相談に乗りますし、あのー、まこちゃんとかけいくんねお、お金足んなければお金送りますからね、l i n e ンペイとかね、PayPay ペペとか、そう、銀行入金しますから、<laughs> いつでも言ってください。それではね、今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思いますが、まあ、これじゃあね、あの、なかなか取れないよね、こんなのね。まあ20、24でも結構あるね、これね。 なかなかね、難しいと思います。こんだけの、いや、あの、あこれやる必要ないな、これねん。やってもしょうがないな、こんなのね。はい、それでは今日はこの辺で終わりにさせていただきます。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。